マジっすか、武田さんも筋肉好きなんすね。まあ元々は高知志望でスポーツ科学専攻してたしな。マシバほどの筋肉愛はないけど。いやいや、筋肉好きに悪い人はいないっすからね、サルハシさん。足りめえや。にしても上がり症で筋肉にも詳しいなんて他人とは思えねえっすよ。マジでお前はもう克服してんだろ。そう、上がり症、裸と思えば怖くない。 UK はぁ、テッサン、さっきも言いましたけどテッサンの裸は想像してないっすから。じゃあやっぱり趣味はトレーニングっすか。いや、趣味っていうと車かな。俺も一緒っす。っていうか泊まりはみんな好きなんすよ。へえ、やっぱ運送会社って車好きが集まってんだな。休みの日はみんな自分の愛車で遠出したりするんすよ。みんな車持ってんのかよ、羨ましい。俺はカーシェアリングが関の山だわ。どんな車が好きなんすか。絶対譲れないのはアウトドアに強いことかな。見た目もいかつい感じでさ、何時間も走れるタフなやつに憧れるよな。わかるっす。俺の愛車もいかつくてタフで、長距離走らせたら右に出るものはいないっすよ。どこら辺行くんだ。やっぱ日本海っすかね。ド派手な電飾光らせて渋い演歌を爆音で流しながら走るのにもってこいっす。で、電飾演歌 UK はっ、さすがテッサン。おいマシバ、話が噛み合ってねえんだよ。武田さんが言ってんのは SUV の話だろ。俺らの愛車見せてやれよ。お、写真あんの。どれどれ。これっす。で、デコトラ。これぞ北陸の金獅子、泊まり魂だ。